ハリー・デイビスは1900から1910年代に活躍したメジャーリーグの野球選手。アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。右投げ右打ち。ニックネームはジャスパー。アメリカンリーグ創設期のフィラデルフィアアスレチックスの初代キャプテンでボールの飛ばない時代ながら4年連続のリーグ本塁打王となった。 1895年にニューヨークジャイアンツに入団したが、目立った活躍はなく、翌1896年に、ジェイク・ベックリーとの交換トレードで、ピッツバーグパイレーツに移籍。パイレーツでは1897年に、リーグ最多となる28本もの三塁打を量産し、305の打率を残したが、翌1897年には、 ルイビル・カーネルズ、ワシントン・セネタースと球団を転々とした。1898年オフには一度フィラデルフィア・フィリーズとも契約を交わしたことがある。1901年にアメリカンリーグが創設されたのに、伴い、故郷のフィラデルフィア・アスレチックスに入団。監督のコニー・マックは、地元出身だったデイビスを、チームのキャプテンに任命し、マックが、不在の時にはデイビスが、 チームの指揮を取ることもあったという。1902年には、リーグ最多の43本の二塁打、92、打点などの活躍でアスレチックスを、リーグ優勝に導いている。なお、同年28盗塁を記録しているが、資料によれば、同年8月13日のタイガースとの試合では、逆走盗塁を記録している。長打力があり足も速かったデイビスは、 1904年にリーグ最多の10本の本塁打を記録したのをはじめリーグ優勝した1905年には得点二塁打数本塁打数打点の4部門でリーグトップの成績を残した本塁打数は1907年まで4年連続でリーグ最多となりまたリーグ最多に塁打数も通算で3度達成しているまた打点は1905年 1906年の2年、続けてリーグトップの成績だった。4度目の本類打王となった1907年を境に成績は低下したが、1910年のワールドシリーズでは3本の2類打を放ち、また1911年には5打点を挙げるなどの活躍を見せた。同年に一度アスレチックスを離れ、1912年には1年間、 クリーブランドナップスの監督を務めた。1913年に再びアスレチックスに戻ったが、1917年に選手を引退するまでは年に数試合出場する程度で、コーチとしての役割の方が大きかったようである。選手引退後もアスレチックスには1927年まで在籍していたが、デイビスはアスレチックスに、 在籍のままフィラデルフィアの市議会議員も掛け持ちしていた、そうである。1947年8月11日に、フィラデルフィアで死去。満68歳遺没。ありがとうございます。